アメリカの先週1週間の新規失業保険申請者数は26万2千人で、前の週の改定値から横ばいでした。ただ、市場予想を上回りました。一方、失業保険を継続して受給している人の数は177万5千人で、前の週から2万人増加しました。